界一が集まる国ドバイ、今世界でも最も注目を浴びていて最高にエキサイティングな時間を過ごすことができます。こんにちは。サラリーマンを辞めて世界旅行に出ているゼロ級の冒険です。僕たちは死ぬまでに一度は行ってみたいっていう場所を全部回りきるために夫婦で世界旅行をしながら現地の様子を発信しています。今回紹介するのは今最も注目されている国ドバイです。お金持ちしか行けないって思っている人もいるかもしれないけれど、実は格安で過ごす方法も十分にあるので、今日はその部分も含めて紹介していきたいと思います。特に6月はめっちゃ狙い目の時期で結構安く行けるシーズンだから、これからの季節にめちゃくちゃおすすめの国になります。まず最初にドバイの概要なんだけど、場所は日本から飛行機で8時間、アラブ首長国連邦の中にある都市で、世界一のビル、ショッピングモール、プール、噴水ショー、まさに日進月歩で進化を遂げているドバイは今観光で最もエキサイティングな場所として世界中から注目を浴びています。ドバイではメインの収入源だった石油が枯渇することを見込んで、20年くらい前から政府が観光業に力を入れて開発を進めてるんだよね。その結果、世界の遊び場として例を見ない未来的な都市になりました。ぜひこの注目を浴び出したタイミングでエンジョイするしかないんじゃないかなと思います。出発の前に気になる物価の話なんだけど、みんなドバイってむっちゃ高いイメージあると思うんだけど、実は全部が全部高いわけではないです。例えばレンタカーはセダンで1日 4,000 円ぐらい、ホテルは結構クオリティ高いところでも1部屋7,000円ぐらいで泊まれるから、友達とかカップルで行けば結構男に過ごせるんじゃないかなと思います。ご飯も割と高めなんだけど、ランチはだいたい日本で夜飲み屋に行くくらいの金額感で抜けて、安い店で1人3000円くらい、高いところは7000円前後以上かなと思いますけど、ご飯も結局スーパーの値段は日本と同じくらいだから、スーパーに駆け込めば生活するのには困ることはなくて、僕たちはこの世界旅行中にドバイで過ごした間は毎日スーパーに行くことで快適に生活することができました。次に気になる治安についてなんだけど、治安ははっきり言ってめちゃくちゃいいです。ドバイは夜でも女性や子供が外歩いてても問題ないって言われてて、日本も世界の中だと治安もいい方だけど、ドバイの人たちはイスラム教の人が多くてお酒をそもそも飲む人が少ないので、夜の街がね日本より治安いいんじゃないかなとも思います。ということで前置きはこの辺りにして、実際僕たちがドバイで過ごした10日間を紹介するので、どんな感じでエンジョイするのがいいかっていうところを参考にしてもらえたらなと思ってます。それではいってらっしゃい。Day 1ブルジュハリファ。まずは何といってもこの地球上で最も高い建造物、ブルジュハリファ。全長は828メートルで、39階まではアルマーニホテル、そして108階までが居住区、その上は野外展望台とオフィスで構成されてるんだよね。場所はドバイ空港から車で15分でアクセスも良好、ダウンタウンと呼ばれるエリアで、基本的にブルジュハリファの近くには有名ホテルや観光施設が集まってるから、ドバイっぽい感じをダイレクトに味わいたい人はまずはこのエリアで過ごすのがおすすめだね。ブルジュハリファは登ることもできて、野外展望台アットザトップのチケットを買って世界一高いタワーに登ると、そこはまさに摩天楼、148階555メートルのギネスにも登録されている野外展望台から見えるむっちゃ美しい景色に圧倒されるから覚悟しておいてね。うわー、てか今から登るの結構緊張するんだけど。やべ、やばいよ、大丈夫かな、しわくん。ね、俺高所恐怖症だからさ、ね、マジで心配ないんだけど。うわー、近くで見たらすげー、すげー迫力。ここマジで盛り上がってる、ね、今ほぼ真上見てるもん。124回です。おお、着いた、早っ。めちゃくちゃ高いね。高いね。すごっ。うわ、すごっ。すごい、高っ。うわ、俺結構ダメかも、これ。19分、あと1分で噴水ショー始まります。超楽しみ。Day 2
ドバイモール、ドバイファウンテン。2日目は同じくダウンタウンにある世界最大のショッピングモール、ドバイモールでショッピングしてからの、夜はディナーを食べながら、これまた世界最大の噴水ショー、ドバイファウンテンを見るのが超おすすめです。ブルジュハリファーのすぐ横にドバイモールがあって、そこで1200店舗、この世のありとあらゆるブランドが揃ってる。特にショッピング好きはテンション上がること間違いなし。入りたいの？入りたいね。入りたい。これ何？コスメ？コスメがなんかセール 50% ぐらいやってるっぽい。あ、そうなんだ。なんか海外ハイブランドとかでセールやってるらしいからね。ね、うん、うわこれバリ可愛いやん。バレンシアガ。この、ニューヨーク発祥らしいです。なんか調べてみると、シプリアーニドルチ。行きましょう。せっかくだからちょっと行ってみますか。だーん、見てこのスミちゃんとの顔の大きさの違いマジでかい。やばい。なんかさ、スミさ、なんか俺のさ、コーヒーちょっとちっちゃくない？ちょっとちっちゃいの子供みたいな、おちょこみたいな。そっか、通称とかめっちゃ濃いかもね。あーね。たくさんショッピングを楽しんだ後は、ドバイモール直結の噴水ショー、ドバイファウンテンは高さ最大150m、長さ275m で、昼は3回、夜は18時から23時に30分おきに開催されて無料で見ることができます。ドバイファウンテンは船から見ることもできるし、隣接しているレストランからも見ることもできるんだけど、1000種類の異なる曲と光のパターンで何度見ても飽きることはなく、僕たちは結局毎日見に行きました。席座りましたで、多分あとにブルジュハリファで、本当はこっち座りたかったんだけど、僕らちょっと2名席ってことでこちらに座っております。まあ、てかここでディナーできるだけでもだいぶすごいけど、じゃあ乾杯しますか。お、始まった始まった。ハーフデザートロード、ダウンタウンから車で40分行くと、この美しい砂漠を見ることができるんだよね。特にこのハーフデザートロードは道路と砂漠が一体化しちゃってる。地球上でここでしか見られない現象が見れるから、個人的に超おすすめだな。僕たちはトータル3回くらい行ったんだけど、高級車を撮影してる時とかラクダがいた日もあったから、運が良ければ会えるかもね。ここは道路の上は普通のレンタカーで行けて、そこから少し歩く感じだね。砂の上は 4WD じゃないとタイヤがはまるからおすすめはできんかな。ちなみにドバイのレンタカーはブッキング .com とかで安いやつで1日3000円から借りられるんだけど、安すぎる軽自動車を借りるとホテルやショッピングモールで観光客じゃなくて労働者口から案内されるらしいから、僕たちは一応1日6000円のセダンを借りたね。ドバイの運転についてだけど、車線がマックスで8車線、高級車がとんでもないスピードで走ってるから、助手席の人がサポートするのを強くおすすめするよ。 Google マップも使えるから、こういう車用のスマホのマウント持ってくのを強くおすすめするね。ちなみにドバイは信号はあまりなくて、ジャンクション形式でどんどん道が分岐していくから、両端のレーンを意味もなく走ってると気づくとどっかの別の場所に連れてかれるから、基本真ん中のレーンを走ることをお勧めします。僕たちは最初マジでジャンクション抜け出せなくて、摩天楼の中で一生過ごすんじゃないかと思いました。ここまでがダウンタウンエリアなんだけど、ダウンタウンエリアでおすすめのホテルを紹介するね。このエリアは比較的値段が高いんだけど、エクスペディアであらかじめ安い日程を探して予約しておくとむっちゃ安く泊まれるからおすすめ。ホテルおすすめの一つ目はアドレススカイビュー。ここは部屋からブルジュハリファー見えるし、なんといっても屋上のインフィニティプールが最高です。世界の VIP の方々とも絡めて最高な気分が味わえる。僕たちは世界旅行回ってて毎日ホテル生活してるけど、間違いなくこのホテルはトップに入る刺激と居心地の良さだった。ちなみにお部屋はこんな感じ。はい、でまずとんでもなく広いです。ここがウォーキングクローゼットみたいな形で、コーヒーメーカー、ここがミニバー。ミニバーもね、すげえおしゃれなんですよ。はい、洗面台、スミちゃんが今使ってるけど、洗面台で、こちらがね、まずシャワールームがありまして、これがバスタブめっちゃ広い。はい、で洗面台がなんとね2つついてます。
リビングに行きます、はい、リビングもこれめっちゃ広いです。大体10畳ぐらいかな、10畳ぐらいの部屋になってます。なんとここ最後バルコニーがついてます。バルコニー超楽しみっすよ。ドーン、なんと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 目の前にはブルジュハリファー。6月はなんと2人で3万円台で泊まる日もあるからチェックしてみてな。2つ目はローブシティウォーク。ここはリーズナブルな価格でドバイの各地にチェーン店があるんだけど、立地もいいしジムプールまでついて、おまけにプールからブルジュハリファーも見れて、なんと僕たちが泊まった6月は7000円台だった。近くにスーパーもあったし長期滞在におすすめかもしれない。3つ目、シャングリラ。ドバイといえばよくこういう映像見たことない？これはホテルの屋上か、このビューが見える部屋を予約すると見ることができるよ。正直ホテルのクオリティは普通だったけど、スタッフさんが映像を撮ることに対してめっちゃ協力的だったから、そこはすごく良かったかな。世界中どこでも外れを引かないホテルの選び方を別動画で紹介してるから参考にしてみてな。それじゃあ Vlog に戻って、 Day 4パームジュメイラ。ここは先ほどのダウンタウンエリアから車で30分ぐらい、世界一の人工島のエリア。パームっていうのがヤシの木のことで、1本の幹と16本の枝にあたる部分で構成されてるんだよね。リゾートホテルや商業施設も多いからダウンタウンエリアに次いで人気な宿泊エリアだね。ここではビーチやホテルのプールでチルするのもいいし、海外の人たちが集まるレストランやクラブでワイワイするのもおすすめ。ただ物価は少し高くて、例えばこの夕飯で食べたクラブサンド6000円もして目ん玉飛び出るかと思った。ちなみにこの島まだ完成ではなく、お隣のパームジェベルアリ、そしてパームデイラを含むパームアイランドって呼ばれる人工島3島を作る計画の中で最初にできて最も小さい島なんだよね。まあいわゆる四天王の中でも最弱ってやつかな。ドバイの野心恐るべしだし、そんな話聞いてたら6000円のクラブサンド安く感じてきたわ。 Day5 オーラスカイプール。ここはパームジュメイラの幹の根元にあるプールで、去年あのクリスチアーノ・ロナウドが来たことでも有名。高さ 200m にあって360度見渡せる構造になっている。地方でそれぞれ見える景色が違うんだけど、一番人気のこの正面エリアは予約がなかなか取れないから早めに予約するか、朝開催されてるモーニングウェルネスに予約するといいよ。モーニングウェルネスは写真や映像を撮るのも自由だし、トレーニング途中でやめて四方に行ってる人もいたから結構おすすめ。すげえ。見て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 、景色やばいよ。一応ね、ここはこんな感じでね、あの安全対策されてるんで、はい、あ、まあこれインフィニティプールはどこもそうなんですけど。ここまでがパームジュメイラなんだけど、パームジュメイラのホテルは正直結構高いかな。僕たちはアダギオっていうチェーンのホテルに泊まったんだけど、そこも安い方で2万円くらいだった。このエリアで一番有名なホテルはアトランティス・ザ・パームと、去年開業したばかりのアトランティス・ザ・ロイヤルっていうところで、僕たちも一度は泊まってみたいと思ってるから、お金に余裕がある人はぜひ泊まってみてね。Day6 ドバイマリーナ。ここは先ほどのパームジュメイラのすぐお隣のベイエリア。こちらも高層のビルや居住区が並ぶエリアで、物価はダウンタウンやパームジュメイラと比べるとお手頃なので、旅行の途中ゆっくりするには最適かもしれない。特に JBR ビーチでは多くのお店が立ち並んで、世界最大の観覧車とともに綺麗な夕日を見ることができます。Day7 砂漠の中のホテル。ドバイでの旅行はこれまで紹介したダウンタウン、ドバイマリーナ、パームジュメイラの他に、砂漠の中で宿泊するっていう最高の体験をするのもおすすめ。美しい砂漠の中でプールに入りながらシャンパン飲んでガゼルと遊べば、もう日本で悩んでることなんて 100% 綺麗さっぱり忘れ去るよね。砂漠の気温は昼は50度くらいまで行っちゃうんだけど、夜は涼しいから満天の星空探索するのにもおすすめだね。さあ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 、今日はね、なんと砂漠のど真ん中にあるホテルに泊まっております。ここはペラルリゾートっていうところのガゼルルームっていうところに今来てまして、いきなりなんですけどもルームツアーやろうかなと思って、お風呂もね、なんとこんな形でアボカドのような形のリッチなねお風呂です。でこれバスタブだけじゃなくてね、ここにこのちゃんとシャワーもこんな感じで、でこちらはトイレでございます。ホテルトイレもねめちゃくちゃおしゃれ、
こんな感じね。このタオルのリボンが可愛い。おお、すげえ。見えます？ここにガゼルいます。多分ね、こっちの鏡が、鏡とこのガラスがこう外から見えないんですよ。マジックミラーみたいな感じなんで、あっちから見えてない。すげえ。ちなみにこの日の気温は45度。基本的に関内は車移動で、絶対に徒歩で移動するなと言われています。うまにでプールにこの車でね、向かってます。サファリパークみたいな感じで、外にねめっちゃこう動物おるんですよ。それがこのホテルの特徴で、結構ガゼル撮影したい場合はやりやすいです。うわこっちすげー、見てこれ、見渡す限り砂漠。こっち綺麗だね。綺麗だね。全然ね、うわすげえ。うわ来た来た来た、プールだプール、超綺麗。うわしかも貸し切り、俺ら以外誰もいないっていう、すごいやん。うわー綺麗、めちゃくちゃいいやん。入っちゃおうかしら。うわ冷てー、気持ちいい。うわオアシスだ。うわ深い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 。うわ超気持ちいい。いやー超綺麗。今ですね、こちらの時刻は18時半、あと30分でね、この太陽がね、こちらに沈みます。僕はね、結構ウキウキワクワクしちゃって、ここに三脚立ててね、ベスポジをこう探してバーンって感じで写真と映像撮ろうかなと思ってます。ドバイの食べ物についてなんだけど、貿易で栄えた町なので、レバノンやトルコ、インドとかの文化が混ざった多国籍料理って感じの印象だったかな。外食で高級和食を食べることができるのも興味深かったな。ローカルフードっていうとアラブ料理になるんだけど、このフムスっていうひよこ豆をつりつぶしたようなクリーミーなペーストや、あとはこのパセリと麦をオリーブオイルとレモン汁のドレッシングで食べるタブーレっていうサラダが美味しかった。日本だとパセリをメインで食べる習慣がないからなかなか珍しかったよね。お肉が食べたい人はドバイのケバブ、シャワルマがおすすめかな。ドバイはイスラム教徒の方が多いんだけど、豚以外は普通に食べることができます。ちなみにドバイではスーパーやお店ではお酒は売ってないから、もし滞在中に缶ビールとかを部屋で飲みたい人は空港の免税店で買うことをおすすめするよ。レストランでお酒を飲むこともできるけど、結構高かったかな。ちなみに僕たちが泊まったのはアブダビ寄りのテラルリゾートアルアインっていうホテルなんだけど、ドバイ近辺の砂漠だとアルバダヤリトリートやアルマハラグジュアリーコレクションなんかもいいんじゃないかと思ってる。超非日常体験を体験したい方はぜひおすすめです。え？綺麗。超綺麗。やば。デイ8、ルーブルアブダビ。ここからはドバイのお隣のアブダビの話になるんだけど、日帰りか一泊で全然行けちゃうし、ドバイ行くなら必見のスポットだから紹介しておくね。このルーブルアブダビはドバイから車で1時間、周りをエメラルドブルーの海が囲んでいて、全体の白い建物は網目状のドームが覆いかぶさってるのが超美しい。中に入るとアブダビの強い日差しをドームの網目が巧みに遮る構造になっていて、展示品を楽しむっていうよりはこの建物自体を楽しむスポットかなと思います。デイ9、シェイクザイドグランドモスク。アブダビの市街地からすぐ近く、白亜に光り輝く外観や世界最大のペルシャ絨毯、スワロフスキー製の7億円のシャンデリアなど、
どこを切り取っても美しい世界最大級のグランドモスク。僕たちが世界旅行している間でも絶対に訪れてほしい建物のうちの一つだった。中に入るのには注意が必要で、男女ともに肌が隠せるよう長袖長ズボンが必須。女性は髪の毛を見せることも NG なので、僕たちは入り口近くのお店で衣装を購入して入場しました。中に入るとそこはアラジンの世界、豪華絢爛な作りに感動すること間違いなし。マジで綺麗だったね、これ絶対来るべきだね。これはすごい。だってもうこれ見てもらってもね、分かる通りもう白とこの金色のこの組み合わせがね、すごいいいね。ラストで砂漠の中の気球、ドバイに戻り、早朝から集合して空の旅へ。美しい砂漠とともに朝日を空から見ると、地球に生まれたことに感謝すること間違いなし。僕たちはそのまま朝食付きのプランを予約して、ラクダと一緒に美味しいアラビア料理をいただきました。シートベルト、ハーネス、スタンディング、There is no sitting、 OK? It's for the safety。気球を操作するキャプテンからの注意事項の説明があった後、いよいよ気球が離陸します。気球は安定感があり、ゆったりと45分間の空の旅を楽しみました。いやすごい、いやすごい、すげえ高さになってきた。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ穏やか。穏やかだね。3000m だと、うん、時差ぐらいって考えたらすごいね。あ、なんかもう降りてない。汗、やばの後は砂漠の真ん中で優雅な朝食、最高の朝活です。ここで、朝食付きプランなので朝食も食べてきます。あ、Thank you。 オレンジジュース、最高だな。うわ、美味しい。おー、高い。ここめっちゃ高い。おーおーおおおやばい、結構高いね。うん、ここにラクダさんおります。おおおおということで、いかがだったでしょうか。今回デイ10ってことでプランの例を紹介したんだけど、他にも未来博物館や世界一深いプール、砂漠でのバギーなんかも有名で、マジでドバイって来る人を飽きさせないなって思います。お金持ちの国っていうことで、確かにぶっ飛んで高いアクティビティやレストランもあるんだけど、動画の中でも紹介した通り、ホテルやレンタカー、スーパーとか、むしろ日本よりも安い部分もあるから、ただただ浪費するっていうよりかは違いを感じながら楽しめるっていう感じだと思うね。こんなに刺激的でぶっ飛んだ街と、すぐ近くにはビーチや砂漠、大自然があるっていうエリアって世界でも珍しいんじゃないかな。ということで、今回ドバイで過ごす10日間いかがだったでしょうか。これからも世界旅行をしながら海外の様子を発信していきたいと思うので、登録いいねよろしくお願いいたします。また紹介してほしい国があればコメント欄でリクエストをください。それでは、人生は自己実現と家族孝行、強気の冒険は続く。
て思うの？そうだな、この人はすごく疲れてそうだね。どういう感じ方の？ OK でございます。あっちちちちあっち無理、暑くて。Thank you.